おはようございます。松本裕子の病を知る、今日のテーマはアトピー性皮膚炎です。国内の患者数はおよそ51万人。かつては乳幼児で発症し、成長するにつれ自然に治るケースが多いとされてきた病気ですが、近年では大人になって初めて発症したり、大人になっても治らずに再発してしまう方も増えています。その原因は何なのか、意外と知らない大人のアトピーに迫ります。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。私、乾燥肌です。どのあたりがそう思われますか？やっぱり朝洗顔した後とか、ちょっと突っ張る感じが。私はちょっと油症なところがありまして、一番強い日焼け止めをつけてるので、お家に帰ったらなるべく早く落とすようにはしてます。乾燥肌だと思いますね。それはなぜそう思われます？なんか何でも結構乾燥しやすいっていうか、肌が。お子さんお肌の方はどうですか？息子も多分肌同じように乾燥するので保湿してますね。はい。今日はアトピー性皮膚炎について札幌皮膚科クリニック院長の阿部雅俊先生にお話を伺います。阿部先生、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、年齢や性別問わずですね、肌にトラブルを抱えていらっしゃる方っていうのは非常に多いと思います。私も季節の変わり目にはこう赤くなったり痒くなったりするので、皮膚科でアトピー気味の敏感肌と言われたことがあるんですが、このアトピーと敏感肌というのはどんな違いがあるんでしょうか？そうですね、アトピー性皮膚炎というのは、アレルギーと皆さんおっしゃいますけど、免疫がちょっと過剰に働いて湿疹などが起こりやすい病気と思っていただければいいと思います。敏感肌というのは、そこまで病名ではないんですけれども、ちょっとした環境の変化などによってすぐ皮膚が赤くなったり痒くなったり、そういう変化がきたしやすい方、敏感肌ってご自分でおっしゃいますよね。このアトピー性皮膚炎というのは非常にこう強い痒みを伴う湿疹が大きな特徴なんですが、症状ですとかその見た目にはどんな特徴があるんですか？年齢によって異なりますけれども、まず共通するのは、乾燥肌というと分かりやすいかもしれませんが、表面がちょっとかさついてる感じですね。かさついておりますと、それだけでも痒みが生じて引っかいたり、そういったことでだんだん皮膚が赤くなる、これ我々紅斑と言いますけども、だいたい左右対称性に肘とか膝の裏、首ですね、こういう擦れるところに左右まんべんなく対称性に出てくる、これが大きな特徴と。アトピーになりやすい人となりにくい人とのこの差は何なんでしょうか？これはですね、一言ではなかなか言えないですね。明らかな遺伝ではないんですけど、ご本人、あるいはご家族がアトピー性皮膚炎だけでなく、花粉症とか喘息、そういったものをお持ちの方、そういった方が体質として多いということが分かっています。花粉とかハウスダストとか、そういったもの、これ我々アレルゲンと言いますけど、それに対するタンパク質 IgE 抗体と言いますが、そういったものに対するタンパク質を作りやすい、 IgE 抗体を作りやすい体質を持っている、こういったところになるんじゃないでしょうか。またアトピー性皮膚炎の人は皮膚のバリア機能が弱いと考えられています。健康な皮膚は表面の皮膚膜やその下の角質層などがバリアの役割を担い皮膚を守っています。しかしバリア機能が低下している肌はアレルギーの原因となるアレルゲンが侵入しやすく、外部からの刺激に弱くなります。それらが免疫の異常反応を引き起こし、かゆみや乾燥を繰り返す悪循環へとつながるのです。さて、国内にはどのくらいのアトピー性皮膚炎の患者さんがいるのでしょうか？2017年の厚生労働省の患者調査ではおよそ51万人、実にこの30年間で2倍以上に増加しているということなんですね。阿部先生、なぜこんなにですね、患者さんが増加しているんでしょうか？はっきりしたこれが理由っていうのはやっぱりわからないですね。ただ、言われているのは生活環境の変化ですね。都市型の生活、例えば我々もう本当に空調が完備して上水道下水道、清潔な環境に生きてますよね。ホコリとかハウスダスト、あるいは花粉とか、
そういう我々に本当は害じゃないんですけど、うん、そういったものに対してこう免疫が働いてしまう、そういったのが一因ではないかと言われています。なるほど、はい。さらに年代別の患者数を見てみますと、一番多いのは1歳から4歳の乳幼児。まあ、確かにアトピーというと子どもの病気というイメージがあるんですが、先生なぜ乳幼児に多いんでしょうか。小さなお子さんは皮膚の構造が、はい、まあ、大人よりも、うん、まあ、簡単に言いますと、まあ、薄いと考えていただいてよろしいです。あ、はい、でドライスキンになりやすい、うん、そうすると表面から例えばダニとかね、いろんなものがこう内部に中に入っていって、それに対して、アレルギー反応が起こるというふうに考えていいわけなんですね。うん、このグラフを見ますと乳幼児だけではなくて20歳以上、特に40歳から44歳ではおよそ4万7000人と、これ大人のアトピーというのも非常に増加しているんですね。最近多いですね。はい、我々が、まだ医学生の頃も、今から20年ぐらいになりますけども、アトピーはまあ若い人の病気だというふうに言われてました。ね、ところが最近はお見えになる患者さんにおいても大人の方も結構いらっしゃいます。はい、まあ、これは先ほど申し上げた環境はそのものかもしれませんけれども、それと同時にアトピーの病態が結構分かってきて、その正しく診断されることが多くなったっていうのも原因かと思いますね。はい、この後はなぜ大人のアトピーが増えている、意外な原因とは。例えばですね、その大人になってからアトピーを発症した場合、また大人になって再発した場合、何が原因だというふうに考えられるんでしょうか。やはり先ほど申し上げたように、はい、そのアトピー素因、体質に加えて、やはり皮膚のですね、はい、表面がバリア機能が低い、これは生まれ持って皮膚の表面の水分量、油分が少ないという方がどうしてもいらっしゃるんですね。はい、そういった方が、まあ、お仕事などあるいは、いろいろ環境が変わられてまた再燃する、つまり環境因子が重なった時にある程度経ってから再燃してくるということが考えられます。なるほど。ではどんな環境的な要因が皮膚へ刺激を与えているのでしょうか。花粉やカビ、ダニやホコリなどのハウスダスト、化粧品などの化学薬品、汗や皮膚の汚れ、紫外線、ひっかいたりこすったりする皮膚への刺激などが挙げられます。なぜこう大人にアトピーが増加しているのか、何かこの他にも原因っていうのは考えられるんですかね。厚生労働省が行った調査によりますと、はい、このアトピーが悪化する原因としてお子さんはですね、うん、食べ物とか、はい、あるいは環境によって変わるってことが多いんですけど、うん、大人の方はですね、まあ、心理的なストレスというものも大きな要因と報告されています。はい、ストレス多いですか。やはり大人になってからの方が当然仕事のストレスとかありますよね。ちなみにストレスというとなんかぼんやりとした分かりにくい表現なんですけども、はい、そうですね、マウス、ネズミを使った動物実験ではですね、はい、動けなくしてストレスをかけたアトピーのモデルマウスでは、マウスが引っかいたり、あるいはマウスストレスをかかると糞をするんですけど、いっぱい糞をする、はい、つまり精神的なストレスがアトピー性皮膚炎を悪くするというちゃんとした結果が出ています。睡眠不足とか、うん、あるいは食生活の乱れ、うん、生活の環境を整えていく、これが重要ですね。うん、最近ではその新型コロナの影響でやはり強いストレスを抱えている方多いと思うんですけれども、はい、やっぱりアトピーにも影響ってありますか。ありますね。まあ、皮膚っていうのはよく内臓、心の鏡と言われますので、まあ、そういう状態がね、皮膚に影響を与えているということは十分に考えられますね。うん、先生、何かこういった気になる症状が一つでもあったら皮膚科を受診した方がいいですね。アトピー性皮膚炎と言いましても、はい、症状はもうお一人お一人違うわけなんですね。ですから自己判断はやめていただいて、ぜひ、はい、医師にご相談いただきたい、まあ、これが本当に大切なことです。うん、アトピー性皮膚炎はよくもう治らないとかですね、はい、もう不治の病とか、まあ、そういうことを言われる方がいらっしゃるんですが、もうそうではありません。ぜひお気軽に皮膚科専門医にご相談いただけたらと思いますね。次回はですね、このアトピー性皮膚炎になったらどう対処したらいいのか、治療法も含めてお話をお伺いしていきたいと思います。阿部先生、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のアトピー性皮膚炎についての解説は番組ホームページでもご覧いただけます。